杉並区では食べられるのに捨てられてしまう食品、いわゆる食品ロスを減らす取り組みとして2018年12月から食べ残しゼロ応援展事業を行っています。この事業は区と一緒に食品ロスの削減に取り組む飲食店や小売店などを食べ残しゼロ応援店として登録し、外食などで発生する食品ロスの削減を目指すというもの。今年3月31日現在で登録店舗は625店となっています。食べ残しゼロ応援店は小盛りやハーフサイズでのメニューの提供、持ち帰りを希望する方への対応、宴会開始から30分と終了10分前は料理を楽しみ食べ残しを減らそうという3010運動の推進など、食品ロス削減に向けた9つの取り組みのうち1つ以上を実践されていることが登録の条件となっています。登録されると区のホームページなどでお店の情報と取り組みが紹介されます。食品ロスを減らすことは二酸化炭素排出量の抑制やエネルギーの使用を減らすことにつながるほか、余分な食材をフードドライブなどに寄付することが貧困問題にも関わると考えられています。杉並区ではこの食べ残しゼロ応援店を今後3年間で450店舗拡大し、累計で1000店舗の登録を目標としています。美味しく食べきりもったいないをなくすため、外食やテイクアウトなどの機会にはオレンジのステッカーが目印の食べ残しゼロ応援店を活用して、自分に合った店舗を見つけてみてはいかがでしょうか。